はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そして、公式情報が出たのが結構前なので、もしかすると忘れてるかもしれないんで、リマインドになりますね。なんと本日から、公式大会のエントリーが始まります。具体的には、ポケモンソードシールド。こちらの日本一をかけた公式大会になってまして、今回のルールは、ダブルバトル。禁止伝説級2体まで使用可能。これかなり重要なんで覚えておいていただければと思いますね。で、本日からエントリー開始になってまして、18日で締め切られる予定になってます。で、参加賞で色違いガラルフリーザ、こちらをゲットすることができます。ちなみにですね、参加賞ですので、もし大会で負けてしまってもゲットすることが可能です。ですので、もしよろしければ、もし興味ある方はぜひ公式さんのホームページご覧いただければと思いますね。詳細がそちらの方に載っております。そして大会期間に関してはちょっとごじってしまってるんですが、2月18日から21日までこの期間で開催される予定になってます。で、受け取れるタイミングなんですが、大会終了後って書かれていたので、おそらく22日以降か、それとも8時59分で大会が終わる予定なんで、9時以降にゲットすることができる可能性がございますね。まあ厳密には21日の9時以降か。ぜひこちらのタイミングも覚えておいていただければと思います。で、3月はサンダー、4月はファイヤー、それぞれ受け取れるんで、ぜひこちらも重ねて覚えておいていただければと思います。まあとりあえず今何をしなければいけないかっていうと、本日からエントリー開始なんで、今すぐエントリーしましょう。まあ剣盾持ってる方は。まあ剣盾持ってる方がどれぐらいいるかわからないけど、まあまあまあ、もし持ってるんであれば参加しておいて、損はしないと思うから、ぜひ参加してみてはどうでしょうか。ってことでお疲れ様でした。バイバイ。最後にチャンネル登録もよろしく。